こんにちは、ひかりです。今回もね、トイプラネット伊勢崎店さんのスーパー戦隊コーナー見ていきたいと思います。相変わらず戦隊ロボットが大量にありますね。あれおほうほう。あ、ファイブロボだっけ？ファイブマンのロボですね。ファイブロボじゃないんかな、名前は。で、お、リュウソージャー系と、もうね、キラメージャーもいっぱいあるんですよね。キラメージャーのロボ、キラメージンって意外と小さいんだよね。おもちゃがね。出たスーパースーパースーパーギャラクシーメガですね。はい。いいね。スーパーギャラクシーメガあるの珍しいな。すごい。そして、まあ、キラメージンとかありますね。まあまあまあ。そしてね、まあ、ルパンレンジャー対パトレンジャー、リュウソージャーとかね。で、特急ジャーがやっぱ安いかな。一番。今のところね、今のタイミングだとね。で、おアタッシュだ。ゴーンジャーのやつね。なんかエンジンアタッシュだっけ、正確な名前。おエンジン王 G12 だ。これはね、いいロボですよ。全合体だからね、ほんとに。もう旋風陣、今ハリケンジャーやってるからね、東映チャンネルでね、東映特撮 YouTube オフィシャルでね。旋風陣箱入りがあって、そして、お、天空陣もあるね、手裏剣ジャーの。しかもね、旋風陣箱入りが2つあったんですよ、ちゃんと。いいね。ハリケンジャーのロボとか出来いいからね、まあその前のガオレンジャーあたりからすごいロボの出来が良くて。ガオレン、ハリケンかな、やっぱ一番出来がいいと思うのは、僕的にはね。まあ遊びやすいのはね、ジオージャーとかの方が遊びやすいかもしれないけど。これかっこいいな。これ何、デカレンジャーかな。あ、違う、もっと古いな、これ。カーレンジャー ?VRV ロボかな、わかんない。ちょっと今わかんなかった。お、出た、ハリケンジャーのね、ボールコレクションのやつだね。胸からバーンって出てくるやつ。おぼろさんが開発してるんでしょ、ほとんど。で、ソフビがあって、100円コーナーもね、多分この動画で撮影してると思うんだけど、そっちにね、ヒーローソフビはありますね。ハリケンジャー、あ、忍びメダルもあったね。ハリケンジャーってアイテム多いな。あ、今の01じゃないかな。あの、剣。で、ここら辺があの、コレクションアイテムっていうか、うん。これ、レンジャーキーとか、これ辺のリュウソウルとか、リュウソウルを5星ヘッダー。5星ジャーのヘッダーたちですね。で、まあ、真剣ジャーとかもあるんだけど、下のやっぱレンジャーキーが多いね。うん、レンジャーキーは数が出たみたいに。出たって売れたんかな、やっぱり。数が、おお、今やっぱハリケンジャーハマってるからね、見てるからね、もう見ちゃうよね。いいね。クワガライジャーのバイクですね。今の買ってもよかったな。他のフィギュア乗せてもいいしね。フィギュアーツとかをね。10レンジャーの武器多いな。で、オーレンジャーもあって、あ、出たブルースワット。これ多分サラだよね。480円、ちょっと高いんだけど買いました、今回。実はこれはちょっとお高いかなとも思ったんだけど、ブルースワットのサラね、まあまだね、僕ねゴールドプラチナムしか持ってないんだけど、サラ欲しかったんで買っちゃいました、今回。ソフビね、もうちょっと小さいサイズなら僕持ってるんだけど、この大きいのは持ってないんでね。ちっちゃいサイズのはね、子供の頃持ってたんですよね。これなんだろう、これ戦隊じゃないでしょ、メタルヒーロー的なやつかな。これちょっとわかんないな、僕は。見てないやつかな。ジバンとかのアイテムは欲しいけどね。ジバンの三大ロボとかのおもちゃ欲しいな。あとジバン結構武器も多いしね。普通にジバンの装備も欲しいし。僕、ジバン系だとね、カーシャしか持ってないんですよね。カーシャ前トイプラネットさんで買ったんですよ。で、戦隊武器がいっぱいあって、お、キラメージャーの
ビッグソフビだ。安いな。UFO キャッチャーで撮るより安いかもしれない。何このカメラみたいなやつ。これは玩具専用のアイテムかな。ね、本編には登場しないやつかな。やっぱね、多いね。お、激レンジャーの変身アイテム、箱入り。箱入りはね、なかなかいいと思うよ。これかわいい、オーレンジャーの。出動せよ、オーレンジャー。エマージェンシー、エマージェンシーですね。ほうほう、ファイブマンのロボは結構あるんだね。マックスマグマ。まだファイブマン見てないからな。10レンジャー見たな、そういえば。だいぶ前だけどね。データはメガウィンガー箱入り。電撃変形、メガウィンガー。ビクトリーマーズもあったな、今。箱入りで。で、豪快者、2忍者、呪王者、9レンジャー。竜装者。竜装者もまだね、1話、2話、3話ぐらいしか見てないかな。もうちょっと見たかな。あんまりね、竜装者はまだ見れてないからわかんないんだよな。恐竜者はね、ほとんど見たんだけど。お、五星者。五星者は面白いですよね。僕結構五星者はね、好きな方に入るかもしれない、戦隊の中でも。ロボも魅力的だしね。五星者は好きな戦隊かな、割と。特急ジャーはまだ見れてないんだよな、特急ジャー。で、重要ジャーはめっちゃ面白かった。ロボもね、悪くないけどね、僕的には。で、お、ゴーオンジャー系ですね。まあ、3980円。ゴーオンジャーは面白いですよ。ロボとしても最高だしね。お、ガオレンジャー。これはプラデラ的なやつかな。デラックスではないの。で、555。ギャラクシーメガだ。プラダラのギャラメガですね。あ、これはカーレンジャーのシグナルマンのロボかな。これもプラデラかな、一応。あ、出た、これハリケンジャーのね、超でかいマンモスみたいなやつあるんだけど、これね、当時すごい高くて、親に買ってもらおうかと思ったんだけど、さすがに高すぎるし、やめたんだよ。親に言うまでもなくやめた。いや、さすがに高いなと思って、あと、うん、でかいなと思ってやめたんですよ。今なら買い直せるね。買い直せるっていうか、今なら買える。安かったもんね。大きいロボってね、トイプラ安いんですよ。2000円、あ、デジタンクまだ売れ残ってる。データギャラクシーメガ。これね、780円安いと思うよ。なぜかっていうと、メガスライダーとデジタンクついてるからね、ちっちゃいやつ。メガ、あ、ギャラクシーメガっていうよりも、メガシップっていうんだっけ、この状態の時は。変形はしてないかな、多分。今のラジコンではないよね。なんかメガレンジャー系ってラジコンもいくつか出てるんだけど、ラジコンだっけ、あれ。なんか操縦する、で、音声とか出るやつもあるんだよね。あ、リオメレだ。これいいな。リオメレまだ持ってないんだよな。激レンジャーのね、リオとメレのロボっていうか、ロボじゃないか、激レンジャーは。なんて言うんだっけ。で、こっちの方はね、プラレールとトミカ系とかあるんだけど、今回は一応ね、スルーしてますね。で、女の子系アイテムですね、シルバニアファミリーとかあって、次どこに向かうんだろう。あ、ここね。ここも実は戦隊ものがあって、ちょっと古いやつがあるんですよね。レトロなアイテム。これね、ライブマンのランドライオンだっけ。今ライブマンちょうど見てるんで欲しくなるけど、まあ、ランドライオンだけあってもなってとこもあるしね。ランドライオンっつってかっこいいんですよ。てか、ライブマンかっこいいね。なんかバブリーだよね、時代的にね。ファイティン、ファイティン、ウィアーライブマン。今、放映特撮 YouTube オフィシャルでやってるからね。これなんだろうね。現状品。やっぱレトロのやつだと本当わかんないのがいっぱいあるからね。あ、出た、サノスの、サノスじゃないや、これは。ハルクが使ったガントレットだね。まあ、ハルクと、ね。いいね。アイアンガントレットだっけ、正確な名前。なんて言うんだっけ。で、後ろのロボね。これ何のロボだろう。
で、フィギュアーツ。やっぱフィギュアーツはライダー系が多いね。で、フィギュアとかがあって、まあ、プライズ品とか、一番くじの景品とか、あといろいろ販売されてるやつとかね。僕のヒーローアカデミア結構面白かったですよ。僕は最初の5話ぐらいしか見てないんだけど、まだね。まだっていうか、たまたま見たんだけど。あ、ゾフィーだ。ウルトラアクトだね。3500円って安いんじゃないかな。さっき言ったね、100円コーナーに来ました。もうデストロイヤー。これ腕がないか。多分どっかに落ちてんだろうけどね。あ、マサオくんだ。ドラえもん。あ、これは何だろう。プチパネ。うん、かわいい。これ何のアイテムだろう。何のキャラだろう。これかわいいね。なんか最近ディズニーも新しいキャラが出てきてるよね。かわいいのがいるんですよ。ひよこだっけな。なんかすごいかわいいのがいて、インスタグラムで見つけたんだけど、あ、かわいいなと思って行ったら欲しくなっちゃうよね。そして、お、セブンが2体いる。戦隊のヒーロー装備とかはここら辺で揃えられますね。お、これはなんだ。これはなんだっけ。これ名前忘れちゃったけど、これが100円って安いなと思ったんですけど、で買おうと思ったんだけど、結局ね、背中のミサイルが1個ないことに気づいてやめたんですよね。まあそりゃそうだなっていう。お、X とかもいるな。お、キングゲスラー、それともゲスラーかな、どっちだろう。見分け方がまだ覚えてないんだよな。あ、今レオもいたな。ウィザード、ウィザードも今 YouTube でやってるよね。お、エースキラー。あ、今回ね、この劇ファンがいっぱいあったんですよ。100円コーナーに5、6個あったかな。劇ファンはね、デラックス版が発売されてないから、今のね、プレックスのアイテムですが手に入んないんで、意外とレアかなと思ったんだけど、今回めっちゃあった。100円で僕はもう持ってるから買わなかったけど、劇ファンはね、劇ブルーの武器ですね。で、デラックス化されてないからね、みんな欲しいんじゃないかなと思うけどね。ね、めっちゃあるでしょ、ヒーロー装備とか。100円だからね、1個全部。安いよね。これなんだっけ？これなんかの戦闘員だっけな。そう、今のわかんないんだよね。今、なんかレアっちゃレアなやつだと思うんだよ、多分。確かね。お、恐竜ジャーのバイオレットですね。恐竜バイオレットかな。そして怪獣系があって、ここはウルトラマンですね。まあ、戦隊装備、あ、ほら、後ろにまだあるでしょ、劇ファン。戦隊装備はね、あんまレアっていうのがなくて、まあ、古いのがレアっていうのはあるけど、ね、例えば昔のやつとかゴレンジャーとかになってくると、当時物はね。ただ最近のでレアでもないけど、まあ、見つけたら買った方がいいのは、あ、このゴムラかわいい。敵戦闘員はね、買っといた方がいいと思います。お、なんか、うなぎ犬だっけ？あれだよね、人形好きなキャラクターやつかな。僕も思ってた気がする、ちっちゃい頃ね。ちっちゃい頃人形スキーでゲットした気がする。指人形は人形スキーでは出ないからね、沈んじゃうからね。そこ、指人形で指を入れる部分が埋まってるやつが人形スキーのやつかな。めっちゃあるでしょこれね。いいよ、指人形も1体100円だったら安いからね、本当はね。大量に売れ残ってはいるけど、ここにはトイプラにはね、もう物量が半端ないから。今のこれね、買おうかなと思ったんだけど、結局やめたんだよね。これね。いや、ミサイルなくても別にいいんだけど、なんとなくね、まあ、知らないし、ぶっちゃけこのキャラはね。これから知っていけばいいんだけど、あー、ミサイルないわ、ちょっとやめましたね。たまにここら辺、アメトイとかもあるから、そういうの狙い目ですよ。アメトイっていうか、
うん、バットマンとかスパイダーマンとかそういうフィギュアもありますね。あ、ドラえもんだ。で、プリキュア系もありますね。ほら、イエスプリキュア5もいますよ、ほらね。で、まあもう女の子向けアイテムがあって、あ、これディズニーのガチャのやつだ。これ意外とね、あのディズニーのガチャね、今の未開封だけど、普通にディズニーで買うと400円してますからね。一回確か400円だった気がする。もう500円とか値上がりされてんのかな、わかんないけど。確か400円だった気がする。僕もね、いくつか飾ってますね。この100円コーナーがまあ楽しいのよ。ほんとね、もうリアルに半日ぐらい見てられるからね。あ、何このキャラクター。デジモンとかのやつかな。これいいフィギュアだな。うん、なんかのコンパクトだね。ん、これはなんだ。セーラームーンとかそこら辺かな。ペンギンのボールがある。あ、また右下にギギファンがありますね。ギギファンがすごい散りばめられてるんですよね、なぜか今回はね。劇ファンね、今なら伊勢崎店にありますね。お、これはゴーフォンのゴーオンジャの変身アイテムの、これはプレックスかなんかのやつかな、うん、デラックス版ではなかったんだけど逆に珍しい。で、これがねびっくりしたんだけど、これ昔さダイソーで売られてたさ忍者のフィギュアみたいなんだけど、これ100円ってすごくない？ダイソー昔それがあったんですよ。俺買おうかなと思ったんだけど、やめたんだけど、これはね、びっくりだった。うん。そういうのがあるんだと思って。この100円コーナー楽しいね。うん。だから、ウルトラマンとか戦隊とかライダーとか、そういうのを見た後に100円コーナー見るのもおすすめですね。はい。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったなと思っていただけた方はね、評価ボタン、ぜひぜひぜひ、押していってください。それではまた。バイバーイ。